こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3寿司続きやっていきます。 KJ のクラブハウスで友達やクラブハウスを守ろう。妖怪ウォッチのランクも A にして、ここの扉やっと開けました。行ってみよう。あ、いた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 。クロークさんもいるけど奥にいる。モテモテ横取りカラミさん、みんな無事ずらか、助けに来たずらよ。KJ、よかった、無事だったんだね。横取り、まさか僕たちが横取りされちゃうなんて。みたいな。ミゾン的には早く助けてほしいみたいな。任せてずら。もちろんずら、今すぐ助けるずらよ。ダダ、ワン、ツー、スリー、フォー。誰？危ないズラよ。この声はあいつズラ。そう、妖怪ワールド切手の伊達男、髪鳴らすコロじゃーん。このクラブは今日からずっとオイラの貸し切り、超絶ドラムソロでしびれさせてやるぜ。何勝手なこと言ってるズラ。このクラブハウスは横取りたちと友達と初めて出会った場所、オラたちにとってはとっても大事な場所なんズラ。それを奪おうとするやつはオラが許さないズラ。さっきからオイラにビビって逃げた弱虫がえらく強気じゃん。違うズラ。コマチロは弱虫なんかじゃないズラ。オラの自慢な弟ズラ。そんな弟を悪く言うやつは兄ちゃんのオラがぶっ飛ばしてやるズラ。ズラ兄ちゃん、どこだ。おー、美しき兄弟愛ってやつか。しびれるじゃじゃん。だがオイラのドラムほどじゃない、格の違いってやつを見せてやるじゃん。おお。ドラム叩いてそのまま髪鳴らすゴローとバトル。よーし、このボスですね。なんでお祓いか、辛いなこれ。辛いよ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 。よし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 。あー、回せ回せ。なんかある。あ、助けてもらってるのか。ブラスター。よし、次勝った。ハイモードに止まってほしい。よし、ダックモード、はい、当てるぞ。あんまり動いてないし、あんまり動いてないし、当たる。よしよし。あ、どうだどうだ。3、2、1。上のもちょっと削れた、やった、フィニッシュ。よし、必殺技、当たらないファントム。よし、当たる当たる。あ、雷落ちてきてる。お、オッケー。ビリビリだって言ってる、ビリビリ。あ、ドクターが。お話しさせなきゃ。よしよし、回して回して。またこれ回すのできるじゃん。よー、本当に使え、本当に使え、本当に使え。よし、取った。1個目、2個目は2個、3個。よし、あー、チャージ完了。すごく殴りかぶれ。でもまた、あ、ダメ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 。なんか、あの、雷雲が雷雲が来てる。取ったのがまた、ここやられてるやられてる。うわ、ここに連れなきゃ。よし、ブラスター。バトルの途中ですが、雷スコローによる超絶ドラムソロをお楽しみください。おお、これあのプロドラマーなのか。すごいソロだな。おお、足がバスドラが動いてる。雷とともに妖怪が。おお、おばあ来た。三味線とコラボ、三味線とコラボなんだ。来たかと思ったらちょっとかっこいいぞ。おお、ちょっと敵ながらかっこいい。すごい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 。おお、うわ、
おーった、ぶらした。タイミングが。よし、無事に勝った。あ、大丈夫じゃないけど、でもそんなに相手が動いてないから。おーい、どうだ。いるぞ。当たってる。お、よし。あ、待って、半分までは行ってる。オッケー、フィニッシュ。半分以下になってますね。まだだから、あんなボスコンもやりたい。必殺技。お、3つ倒れたい。よし、終わった。え、あ、真ん中がまずい気がする。あ、やっぱり。お、危ない。あー、ない。なんか来てる。お、危ない。ないよー。あ、ない、あったよ。よし、OK、助けないと。あ、でもレベル1だから知られるってるんだ。はい、大丈夫。あ、でも大丈夫かな。助けたいのはドクター。おー、最後 OK、 チャージ完了。もう少し。け、当たらない。トンマンとこやばい。ここで変えよう。真ん中に必殺技がいけるようにしよう。お、どうだ、もうちょっと、あ、いったー、やったー。あは、自分たちがあるところのこの雷雲が数がすごくことになった。よし、あ、経験値3471、多い、嬉しい。深い加工ゲット。おいらはドラマー、イケてるドラマーじゃーん。みんな大丈夫だろ。よく、どう、先生。よかった。やっただね。みんな無事みたいでよかっただね。オッケー。うんうん。クラブハウスも取り戻せたし、これにて一件落着だね。ずら。コマゼロ頑張ったずらね。DJ も頑張るずらよ。いた。ありがとうずら。オラ頑張るずらよ。だってオラにとって DJ はセキュラー。 DJ は生きがいだからよ。ずらコマゼロ、うー、オラの知らないうちにもんげー立派になって。あーあー、テスマイクのテスト中。え、何あ。いや、妖怪ワールドの諸君、いい夢見てるかね。私はゴゴゴゴッドファーザー、新しい世界を作る男だ。にゃん、こいつ何言ってるにゃん。今私はニューヨーマシティ上空を飛ぶ UFO の中から諸君らに呼びかけている。へー、あの UFO 妖怪が乗ってるの。この UFO の力は素晴らしいぞ。そして実に夢がある。諸君、今の妖怪ワールドはつまらないと思わないかね。おっしゃる通り。つまらない世界などぶち壊してしまえばいいと思わんかね。おっしゃる通り。そしてこの私が新しい世界を作ってしまえばいいと思わんかね。おっしゃる通り。そうだろう。ではこれから私の思い通りの世界を作ることにしよう。まずはその手始めとして、この私にふさわしい城からな。お、UFO がビルの上に来た。妖怪ワールドの諸君、見るがいい。これが、これこそが、このゴゴゴゴッドファーザーにふさわしい。何回見てもすごい、UFO キャッチャー。ゴゴゴゴッドタワーだ。おお。マルダ、次の Wi-Fi いるだけど。確認。もうなんか久しぶり。これが僕たちにとって特別な案件になりそうだね。ええ。マルダ、あなたの見解を聞かせて。僕の考えが正しければキーとなるのはやはりこの男、ゴゴゴゴッドファーザー。彼が UFO の秘密を握っているのね。
ああ、必ず奴の秘密を暴いてみせる。じゃあ、行こうか相棒。ええ、行きましょう。次回、第10章、夢を追う者たち。これはとんでもないことになりそうね。おお、来た。この世界はまさにドリームだ。ドリームだ。次回は10章来ましたね。見ていこう。わスピーディー。これじゃ入れない。どけどけ。くそ、やっぱりダメか。何？困ったわね。あー、諸君、聞こえるかね？ん？映った。ゼロ。何者だ？オリジン。彼は、まさか。そろそろ諸君も私が何者なのか気になっている頃だろう。そんな君たちのためにとっておきのビデオを作っておいた。どうだ、私って親切だろう。おっしゃる通り。では心してみるといい。 VTR スタート。スタートなんだ。いいの？これなんか天ぷらの時も思ってました。伝説の妖怪が帰ってくる。かつて妖怪ワールドを裏から支配した恐ろしい大妖怪。彼はそのあまりの強さからいつからかこう呼ばれるようになった。妖怪ワールド裏社会の帝王、ゴッドファーザーと。ちょっとかっこいい。ゴゴゴゴッドファーザーの帰還。エンマ大王、妖怪ワールドの真の支配者、この私だ。そうだろう？へい、おっしゃる通りで。だが、555年前、悲劇は突然やってきた。エンマ大王の名において判決を下す。罪人は妖怪ワールドから破門、宇宙追放の刑に処す。覚えていろ。普通ならこれでジ・エンドだが、ここから奇跡の大逆転が始まる。奇跡その1、UFO との遭遇。奇跡その2、 UFO 強奪。悪いやつじゃんね。やっぱり悪いやつ。ありがたくいただいていくぞ。あ、宇宙人いた。 UFO ストーンのパワー。この UFO、 UFO ストーンさえあれば私の想像力、夢を形にする力を何倍にもパワーアップできる。これで私はもう怖いものなしだなあ。そうだろう。おっしゃる通り。大いなる力を手に入れ、555年ぶりに彼が帰ってくる。待っていろ、妖怪ワールド。555年分の借りを返してやる。新しく手に入れたこの力で世界を新しく作り変えてやる。かっこいい。このゴゴゴゴッドファーザーがな。おお。あ、来た来た来た。第10章夢を者たち。
くらいな。でも危ないことを考えているのだけは間違いない。早く止めなきゃ。シャリ、こうなったらもう方法は一つしかないな。フライヤー。ええ、あの UFO が作り出した超高層ビルに突入しちゃおう。オッケー、オッケー、グッドな作戦だ。俺たちバスターズも協力するぜ。まずいでありますな。本当にですか？こちらで掴んだ情報ですと、あのビルの周りには強力なバリアが張り巡らされているでありますよ。うん、なるほど、バリアか。それだったら私に任せてくれ。バリアを破壊するいいアイディアがある。さすがは天才スティーブ・ジョーズ・デビス。一体どうするダニ？まずはヨップル社へ向かおう。社長のマークと少し話したいことがある。なるほど、よし。ということで次回、ゴゴゴゴッドタワー突入のためにバリアを壊すもの作りに行きましょう。ヨップル社の社長室っていうことなので、この後ヨップル社でカチカチやりつつ、あのタワー突入また楽しみですね。もう天ぷらでも見てたけど、あのタワーなんか各層いっぱいあるから、どこに当たるか、あのルーレットも楽しみということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!